休むことも大事だけど、気を抜きすぎてはダメよ。瞬く間に場所か。なんだか肌寒い感じがするぞ。本当にここに人が住んでるのか。私も少し意外に思っています。おかしいですね。手記によるとここで間違いないようですが、まさか。少々不安になってまいりました。しかし、ここまで来たのですから、やはり入って確かめた方がいいですよね。おう、そうだな。もしかしたらお宝があるかもしれないぞ。そうだ、手記には何て書いてあるんだ。そうですね、鶴は髪を飾るための花を運び、白兎は4つの月光を袴に縫い上げた。きちんと着飾り、私は東へ向かって椿の名を7回呼んだ。すると瞬く間に彼女の家に通ずる道に私は立っていた。童話みたいなお話だな。お前のお母さんはそうやって椿の家に行ってたのか。なんだかある種の謎かけのような気がします。もう少し近づいてから判断しましょう。
山壁に茂みがあるけど、何か手がかりはないか？よっ、はっはっ、ほっ。陣営のごとく、はっ、よっ、やっ、はっはっ、やっ。手記に書いてあったことを思い出してみよう。ヒントがあるかも。鶴は髪を飾るための花を運び、白兎には四つの月光を袴に縫い上げた。きちんと着飾り、私は東へ向かって椿の名を七回呼んだ。すると瞬く間に彼女の家に通ずる道に私は立っていた。いないな。あるのは箱だけだ。早く開けてみよう。どうだ、仙人が残した財宝とかあったか。これは本みたいだな。どうやらこれも手記のようです。もしかすると椿さんの手記でしょうか。皆さん、一度外に出ましょう。ここの雰囲気は、思っていたものとは少し違う。そうだな。暗い場所で文字を読むと目にも悪いからな。ここなら大丈夫でしょう。早く中に何が書いてあるのか見てみようぜ。はあ、貴重なお宝だったりして。どうした、いきなりそんな小声で話しかけるなんて。おいだ、彩香が手記を見るのを邪魔したくなかったんだな。あの手記、本当に何かあるみたいだ。でも、彩香の表情を見るに、お宝じゃなさそう。一体何なんだろう。旅人さん、パイモンさん、大変お待たせしました。全然待ってないぞ。読むのが早すぎる。はい、すべて読み終えました。
この手記に書かれた真実はあなた方にも共有すべきものだと思います。内容は思っていたものとは全く違っていましたが。違う？狐紳士の手記じゃなかったのか？狐紳士ではございませんでした。椿さんの正体は私のお母様でございます。え？驚きますよね。私もです。しかしこの手記の最初にはこう書かれていました。椿は普段の私と同じでありながら異なる存在。私が椿である時だけ神里佳代ではなくただの平凡な女の子になれる。以下のすべては椿としての私の生活を記録しただけのもの。手記の中に書かれていたのはお母様が日常で経験した出来事や考えでした。私たちが椿だと思っていた女性もお母様の考えでしかなかったのです。それって服の裁断図も異国料理も。はい、すべて私のお母様が試したかったことのようです。あなた方にとっては不思議に思うかもしれません。しかし私からすればお母様のこのような振る舞いはよく理解できます。それどころか実は私もそのような一面を持っているのです。手記を読んだ時自分の考えが全て人に見透かされているのではないかと思うほど、そこには私と同じ気持ちが書いてあり、あっけに取られてしまいました。綾子、お母様がお父様に嫁いでからずっと上里家の守護として全ての事務を担当してきました。高貴な身分であるシャブ業では管理すべき点が多々あったのでしょう。それだけでなく、お母様の一元一行は上里家を代表していました。人々から常に注目を浴びせられていたと思います。そのような状況の中、自分のやりたいことをする時間もなかったはず。両親が亡くなった後、お兄様と私は上里家の全てを引き継ぎました。その中で遭遇した数々の困難は他の方には想像できないかもしれません。私が面倒ごとにあった時、いつもこう思うのです。お母様も以前このようなことを経験したのでしょうか。お母様ならこのことをどう対処したのだろうかと。お母様と離れ長い時間が経ったからかもしれません。私の記憶に残っているお母様は威厳ある高貴な一面だけです。しかしこれはいけないことなのです。この手記を読んだ時気づきました。お母様も私と同じようにどれほど大きな責任を背負っていても結局はただの人であると。綺麗なお着物を好み、各地の美食を食べ、見たこともない美しい風景を見る、それらに憧れていたのです。もしかするとあなた方はそのようなことを稚拙に思うかもしれません。しかし私は確かにそのような考えを持っています。上里綾香としてではなく普通の女の子として生きるという思いをお母様が書いていました。稲妻の民たちの間で行われるお祭りにずっと参加したかったと。天気のいい夜に家から遠くを眺めるとたまにお祭りの明かりが見えると、私も見たことがあります。夜空を照らす明かりがとても綺麗なんです。とても賑やかで、そこの治安を心配するほど。しかし私たちの立場では闇雲にお祭りに参加することはできません。特に両親がいた時代はシャブ業と人々の関係はそれほど親しいものではありませんでした。私たちを止める人がいなくとも
突然シャブ行の人間が群衆の中に現れれば、皆さんに注目されることでしょう。一体これから何が始まるのかと思うはずです。お母様は人々がそうしてかしこまるのを嫌っていました。皆さんにお祭りの楽しさと自由を味わってもらえることを望んでいたのです。人々の邪魔をしたくない上に、あまり良かもない方でした。そのため一度もお祭りに行ったことがなかったようです。そうだったのか。じゃあ、あの祭壇図に書いてあった服って祭りに行くときに着る服だったってことか。はい、お祭りでは異国からの料理も売られることがあったので、それも味わってみたかったのでしょう。こういうことを言うのは少々ふさわしくないかもしれませんが、お母様も意外と乙女な一面を持っていたのですね。ふさわしくないなんてことないぞ。お前のお母さんは可愛くて責任感のある人だとオイラは思う。知らず知らずのうちに、私がお母様の代わりに願いを叶えていたのですね。しかし、お祭りに行くことだけは私もできません。どうやらお母様のためにそれを行う機会もないようです。はい、分かっています。ありがとうございます。この一件で私もいくつかのことに気づけました。お母様と私、いろいろと通ずる点があるようです。お母様が直面したことは私も同じく向き合うべきこと。お母様は実現できない願いを椿に託した。私決めました。はい、まさかお前も。いえ、私はこの方法を使うつもりはございません。ただ新しい目標ができました。悔いのない毎日を送りたいと思います。その旅人さん、私、落ち着いて気をしっかりと。私たちのお祭りに興味はございますか？告知を見た時からずっと行きたかったんだ。彩香も興味あるんだろ？はい、あの、笑わないでくださいね。私も昔同じような悩みを抱えていたんです。しかし今はもう吹っ切れました。私は自分の願いを叶えるために心に忠実に生きようと思います。あなたでしたらきっと私のわがままを責めることはないですよね。その私と一緒にお祭りに行ってくれませんか？行く行く。祭りってうまいもんがたくさんあるだろ。それと楽しい遊びもな。よかった、お二方感謝します。今から行けばまだ間に合うかもしれません。そうだな、今日は祭